ここで飛ばせばいいから。トリアー！ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、そこに描かれたポケモンでパーティーを組み対戦する。ポケモンレジェンド ZA までに全ポケモン活躍できなければサイコロで出た目が罰ゲーム。さあ対戦よろしくお願いします。大ニューラバチクソ傷すぎでしょこれ。え、大ニューラどうすんのこれ。そう、大ニューラはちょっと見なかったことにして、今回は大ニューラに目をつぶればちょっと今回のラブカスぐらいなというもうルビ様でももう目の当てられないようなねポケモンたちのコンボが結構ですねちょっとシナジー合うこと発見したんで、ちょっとこのコンボを皆さんにちょっと見せたいなと思っております。で、一応選出者初手ラブカスから行って、あとはまあ、グライナーで暴れまくる。で、あげくなってに最終的には、まあ、取りこぼしたポケモンたちを、まあ、腹張りで始末していくみたいな、そんな感じで今回は戦っていこうかなと思います。よろしくお願いします。OK、マスカーニャから。マスカーニャも全然悪くないよ。さあ、今回のラブカスはですね、なんと、ガムシャラ悪事型になってます。はい、このようにですね、相手が、もう HP1 まで削り切ってくるような技を繰り出してきた場合、ここでガムシャラを打ち、そっから先制アクアジェットで、まあ、確実に始末していくという、まあ、そういうコンセプトの型になっております。いいですね。で、まあ、ここはもう正直全然効果もされていいので、アクアジェットでいいんじゃないかなと思います。まあ、正直、マスカーニャはね、ちょっと、倒しておいた方がめっちゃ楽なポケモンなんで、ここはアクジでいい。後半普通にしてくんねんな。ラブカスのガムシャラアクアジェットって何？そんな有名なん？意外と読まれるんだよな。まあ別にここはね、交換されてもいいってところが、これ今後のグライナーに生きてきます。はい。で、ここは、まあガムシャラでいいかな。もし相手が上取ってきた場合は、これこだわりスカーフ持ってることを確定するんですよ。実はラブカスってスーパーサシ族って97族なんですよね。で、イエスさんが確か95族ぐらいだった気がするので、まあ、童話がいても、相手の持ち物がこのターンで割れてしまうというわけですね。で、このターンで、はい、グライナを無償降臨をほぼすることができ、ここでほぼほぼ無償で草分けを決めることができるというわけですね。さあ。で、ここで相手が、もし、マスカーニャに交換しようものなら、これ HP1 ですよね。あとは相手は様子見でこれ出したと思うんですが、はい。もうこれがね、ラブカスの別に交換されてもいいよっていう真骨頂が発動するんですよね。はい。このぐらいな自信過剰という敵を倒すと攻撃が一段階上昇するという特性を持っており、そこを草分けで買い取ることができれば実質竜の前を決めれるというわけですね。こいつなん最後。いや、まあ結果として、大ニューラ出てこなくてよかったな。これ、大ニューラがいたらもう、どっちにしても負けてたんですけど、これならチャンスあるな。じゃあ、ここ、フェアリーテラスタルキアで、ここを普通に、ステミタックルいきます。はい、グライナー、残念ながらまともな技を全然覚えませんので、このノーマルタイプ1、打つしかないんですよ。ただ、ゴーストタイプ相手には効果ないんですけど、まあ、それは悪タイプの、まあ、噛み砕くで全然カバーすることができるから、まあ、そこでもだいぶシナジーは取れてるんじゃないかなっていうところはあります。さあ、そういう感じで。まあ、こいつはこだわりスカーフじゃないこと確定してますからね。いやー、タスキ持ってるかー。まあ、そりゃそうだよなー。これは、終わったくさいなー。マジカルフレイムで。これ、モーカマジカルフレイムやから、まあ、耐えれるわけもなく。これ、ちょっと腹張り、頑張って耐えてもらうしかないな。マジシャン？え、じゃあ、それ、ちょっと待ってよ。ワンチャンある。よし！皆さん、マジシャンと特性悪い手癖、実は大きな落とし穴1個あるんですよ。このように、持ち物を奪い取った直後ってなんか知らんけど、命の玉とかの効果引いちゃうんですよ。え、じゃあこれワンチャン勝てるくない？え、相手がなんか、猛化にしなかったおかげで、勝てるかもしれないぞ。で、これは、多分エスパーテラスタルワイドフォースやと思うけど、別にこだわりメガネがあるわけじゃないから、これ、パラボラの回復込みでギリギリ耐えたりせえへん？なんとなくそんな気がすんねんけど。いけるでしょ。あ、いける！やったー。で、これで、
パラボラで回復して、あ、じゃあ急所でも勝ちじゃない、ここまで残ってたら。あ、サイコフィールド切る、これ急所当たっても勝ちですね、これも。やった、なんか知らんけど勝てたぞ。皆さん、これがですね、グラエナです。グラエナとラブカスがいい感じにバトンを託してくれたおかげで、なんとこの試合勝つことができました。まあ、大ニューラー出てこなかったことが一番でかかったんですけど、なんか勝ててよかったです。ありがとう。おー、またなんかマイナーパーティー行きましたね。これもなんかワンチャングラエナでぶち抜けそうなんだよな。まあ、ちょっと丸マインだけが一番めんどくさいんですけど、これちょっと腹張りで初手様子見しながら、あとは、まあ、グラエナちゃんとラブカスちゃんとで、この3匹で今回は戦っていこうかなと思います。あー、オノノクスから来んのか、丸マインじゃなかった。ねー、これね、こだわりハチマキ型とかのタクがありつつ、あとね、オノノクスよりもラブカスの俺ギリ早かった気がすんねんな。ちょっと調べるか。あれ、サザンドラより1低かってね、じゃあ97族か。で、ミミッキが96族で、なんか1だけ高いみたいな、そんな感じやった記憶が俺の中あるぞ。ってことは、これ、ラブカスと同速なんか。いや、まあ、だとしてもこれもう同速対決勝つしかないでしょ。ハチマキ型やったら多分ここ地震から来ると思うんですよね。まあ、激鱗でも全然いいんですけど。さあ、どうでしょう。あー、終わったー。あー、これイカサマダイススケショ型や。あの、やめてください。ちょっとあの、スケショ以外でお願いします。やめてください。お願いします。スケショ以外でお願いします。スケショはちょっと僕の中で辞書がないんです。そんな技は。お願い、本当にお願い。見て、ラブカスハートマークやから、なんかフェアリーティラストルしてきそうでしょ。お願い。あー、気持ち悪い口。あ、よかった。あ、じゃあこれはちょっと首の皮が1枚つながりましたね。オッケー、ちょっとこれ1難去りましたね。もしかしたら相手これフェアリーティラストルケアしてのスケショを打たなかった可能性がこれゼロではないですね。で、ここはもう正直交代されていいんで、悪事でオノノクス倒せればラッキー。まあ、倒せなかった場合は、これ、グライナの自家城の後の餌になるので、まあ、問題はないのかな、という感じでございます。はい。まあ、そんな感じで。じゃ、ここはアクアジェットで気持ち削りながら、食べ残しではないのね。まあ、これも、まあ、腹張りじゃんで、簡単に出すでいいんじゃないかな。ボルトチェンジ、OK。で、ここでオノノクスを出してくるよな。いやー、マルマインを正直どうするかの勝負だね、これ。いやー、難しい。オノノクスをどうするか。だいぶ、ジャッジが悩まされるんですけど、クレベース？ここクレベースなん？え、ちょっと待って。え、てことは、いや、どっちにせよこれ、腹張りで、削っとかないときついんだよな。で、正直、まあ一応充電状態にはなってるんですけど、多分倒せない。なんか中途半端に削って終わるのはちょっと嫌なんで、俺ここテラバーストでいいと思うな。テラバーストで各自で削っていく感じでいきます。まあまあこれだと負け筋が、まあイバンの実持ってるパターンになるんですけど、頑丈イバンで耐えてきて、まあミラーコートで、腹張り倒されて、ぐらいな着地しようと思ったら、その矢先になんか、イバン発動で、まあ、ボディプレイされるか自己再生されるか負け筋にはなるんですけど、俺クレベース通常時にイバン持たせへんと思うねんな。どう？いや、頑丈ちゃうんかい。いや、俺はね、頑丈でイバン持たせるなら翡翠の方が強いと思うんですよ。いや、だから一応それで一応蹴合ったんですけど、間違ってなかったから。いや、俺は多分これで間違ってなかったと思うねんけどな。で、相手目線ここ。いや、普通に格闘テラバでいいよな。で、格闘テラバで裏目なんのが多分ゴーストテラスタルとか飛行テラスタルになるんですけど、そうなった場合は別にグライナで全然カバーが効くんで、テラバでいいよな。パラボラ打ったとしても4分の1ですからね。なんかそれ考えたらテラバでいい気がするな。裏目らないよね。いや、大丈夫やと思うんやけどな。テラバいきます。
テラスタル切るんやここ。何テラスタル、いやもうゴーストかなとは思うけど、うわうわー、マジかよそのテラスタルか、うわーマジで、うわ耐えるんやすよ、うわーマジかー、まさかのフェアリーテラスタルだ。ちょっと待って、負けこれ、あれ確か相手食べ残しじゃなかったもんな、なんかそこで疑うべきだったか。いやーポケモンバトルやマイナーパーティー使ってると一個一個なんか相手の技とかなんか持ち物発動しないとかその辺を見てね、なんか一個一個細かく判断していかないといけませんねこれいや難しいわ本当に。マルマイン、いやマルマインで言うて特攻そんな高くないからワンチャンテラが耐えへんか無理かぐらいなここワンチャン耐えてくれたら勝ち筋あんねんけどな。さあどうでしょう、ここはもう捨て身タックルしか押せません。不意打ちプラスアクアジェットで倒せるように僕は見えないんで。お、待って、それかチャンスあるんじゃないか多分これ。何読みやろこれ。タスキはまあラブカスが持ってるからロゼルの実ケアとか、やっぱコーナーリメガネやったんかな。ロゼルの実、いやロゼルの実でも10万ボルト打つと変わらんよな。なんなんやろ。まあ確かにね、あのマイナーパーティー使ってるとやっぱり負け筋とか最後の最後までめちゃくちゃ考えて変に恨めることってめちゃくちゃあるんですよね。確かになんかオノノクスがスケールショットあのフェアリーテラスタルラブカスケアしてスケショ打ってこなかったりとか、なんかすごいあれやな、俺みたいなんかすごい俺と戦ってるみたいやこの人。すんごく多分最後の最後まで負け筋いっぱい考えて考えた結果が多分この立ち回りなんやろな。いやマイナーパーティー使ってるとこうなるよな。ねえ、なんか対してなんかガチパ使ってる人はさ、なんか別にそんなこと大して考えずに、あ、やばい海流、あ、セグレーム来ちゃった、海流残してるどうしようみたいな、なんかいざ対面した時になんかフリーズするみたいなもうランクマあるあるですよね。いやわかるわ、めちゃくちゃわかるこの人のなんかプリングに僕は今めちゃくちゃ共感してしまいましたありがとうございましたいやあるあるやわほんまに。アッシーってもう自分からパシリになりますよっていう方来ましたね、よろしくお願いしますもうなんなら最近の Z 世代ってアッシーくんとかネッシーくんとか知らんのちゃん。多分ちょうど僕の動画視聴者層がギリギリ知ってるぐらいじゃない、アッシーくんネッシーくんって。あ、ちなみに僕は大学時代はアッシーくんでしたね。当時実家暮らしで家に車があったんで、当時付き合っていた彼女の下宿先の家まで車で行って、そっからもうドライブデートよ。もう高速道路代とか、あとガソリン代とか、あと、まあ、そっからまあ高速道路とかで途中あるサービスエリアとかのご飯代とかもなんか出してましたね。あれ俺メッシーくんじゃないあれ俺の大学時代ってなんか女にこきよく使われていた人生やった。なんか悲しくなってきた今、なんか自分で言ってて悲しくなってきた。あとどうせクエストバトラー後から出てくるやろと思って意気揚々とシルダで得意しまこうと思ったけど、なんか初手から出てきてもびっくりしてるし、ルミナコね。まあ初手のルミナコは全然多分助け方かな、このクエストバトラちゃんは。あ、そういうこと、クエスパトラでアッシーくんしてるってこと。確かにクエスパトラのなんか前に乗ったらなんか東京大阪間のなんか加速しまくって1時間ぐらいで着きそう。おお、キュアはキュアはもうまあ結構入るな。結構ぐらいな火力出せるんや。ちょっと待てよ、これ正直キュアはになんかやりたいことされて全然やられちゃうんで、これステミタックルでも削りに行きましょうか。これ残したらあかんわ、倒しに行きます。ただ先制で甘えるとかされた場合がちょっとめんどくさくなるかなという感じなんだよな、そこだけが気がかり。
ドレンキスは OK で、まあこれでなんかちょうどいい感じに回復めっちゃ回復されるけど全然いい。ここで飛ばせばいいから、トリアー強っ。お、めちゃくちゃ強いやんこいつ。オッケー、じゃあこれで地震過剰で攻撃も上がり、さらに命の玉で削れるというなかなかにロックな戦い方をしています。さあクエスパトラで、まあこれはまあテラスター切ってくるかな、さすがに。まあテラスター切ってくると思いますが、冬打ちでいいですね。えっ、まあ助けやし、えっ助けでもない。何このクエスパトラ。え、マニューラがタスキ持ってて、クエスパトラが命の玉とか持ってたんかな、なんかそんな感じがしますね。でハピナスは、ハピナス何ケアしたらいい、神砕く言ってもいいけど、ステミタックルでいいよな。ゴーストテラスタルのハピナスっていいの、なんかフェアリーテラスタルとかイメージ強いねんけど、ステミに行きます。いや僕の勝手な偏見やけど、ハピナスはなんかフェアリーか毒テラスタルが多い印象がある。だーハピナスってゴーストテラスタルなんや。なんか勉強なるわ。なんかポケモンデータベース見てたら格闘テラスタルが多いらしい。いや格闘テラスタルがなんか 50% ぐらい占めてるなら、これもうステミタックルで正解やったな。まあこれは確率論で、まあ、僕が普通に運が悪かっただけですねこれは。まあハピナス、まあちょっと嫌ですけど、まあこれは多分ビルドアップでなんとでもなる気がするけどね、知らんけど。さあ気合い玉もなんかめちゃくちゃ出てきますね。これ天メグで特防結構下がりやすいの嫌やな。弱ってか進化の奇跡リングマ硬っ、あ強っあデンジャーも全然いいよ。ちなみにねリングマこれ特性早足あるんで、ハピナスが素早さ振ってなかったら多分無振りハピナスライン抜かせるはずやねんな。 105×1.5÷2 でしょ、え多分抜かせると思うよ。イエーはい、ありがとうございました。いや早足のいいところがここで刺さりましたね。これなんですよね。今回の戦績は5勝11敗の勝率 31% で収まりました。ちょっと最近僕の抽選馬ひどいですね。だから全然ここ最近勝ててない気がする。正直僕の今回のパーティー勝率 50% 以上は取れるぐらいの素質はあると思ってたんですけど、多分僕のプレイングが最近ちょっとひどすぎるせいであんまり勝ててなかったんじゃないかなと思ってます。やっぱり相手の技とか持ち物とかを一旦で判断して、そっからテラスタルとか肩とかを予想するっていう能力が最近ちょっとあまりにも低すぎる気がするので、ちょっと注意深く次回からはプレイングちょっと意識してやっていきたいなと思います。ちょっと本当に最近ハイパーボール級止まっていて、ちょっとあまりにも僕弱すぎるんで、ちょっとそろそろ挽回していこうと思います。はい。まあ、っていう感じで、ちょっと本当に最近、本当に最近弱くて本当に申し訳ないです。本当に申し訳ない。本当にもう、ちょっと次回は本当に頑張るんで、よろしくお願いします。ということで、ここまでのご視聴、ありがとうございました。もしこの動画シリーズ気に入りましたら、ぜひチャンネル登録や高評価なども、合わせてよろしくお願いします。本当に皆さんの高評価を押していただけるおかげで、本当に抽選パのモチベーション上がっているので、本当にいつも高評価を押していただいている方々、本当にありがとうございます。